Video Diary, January the 12th, 2023 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌2023年1月12日、林博史です。おはようございます。今日はある意味でとても重要なですね、心の反応、脳の反応ということになりますけれども、簡単な実験をですね、してみたいと思います。で、皆さんにですね、その実験に参加していただきたいと思います。つまり、実験なんですね。しかし、とても重要な実験ということになります。まず最初にですね、皆さんに、ミケランジョ・ブラノティが彫刻したと言われている、16世紀の木の始めなんですけどもね、1500年代ですけども、ミケランジョ・ブラノティが彫刻したと言われているダビデ王、の像がありますね。そのダビデ王の像の顔をですね、10秒ほど、じーっと睨んで、睨むっていうのはどういうことかというとですね、ただ見るだけではなくてですね、じーっと目を凝らして見て、そのダビデ像の像をですね、顔をですね、脳にですね、刻み込んでほしいということなんです。では、10秒間、これからダビデ王の顔をですね、皆さんにご覧いただきます。しっかりと見てですね、皆さんの脳にその像、顔をですね、徹底的にって言いますか、最も強くって言いますかね、なんて言ったらいいんだろう。とにかく刻み込んでいただきたいと思います。では10秒。ではですね、今度はですね、そのままそっと目を閉じてください。目を閉じます。そうするとですね、今皆さん目を閉じてくださっていると思いますけどもね、ダビデ王のその顔がですね、なんとなくぼんやりと見えますよね。いかがでしょうか。いいですね。では、目を開いてください。では今度はですね、私たちがよく知っている、あのレオナルド・ダ・ヴィンチのひげもじゃもじゃの顔をですね、じーっとやはり同じように10秒間睨みつけるように見ていただきます。皆さんのですね、記憶にしっかりと残るように、そのレオナルド・ダ・ヴィンチのですね、あのひげもじゃもじゃの顔をですね、しっかりと睨んで、そして脳の記憶の中にしっかりと刻み込んでみてください。いいですね。では始めます。はい、では同じように今度は目を閉じてみてください。目を閉じて、そのレオナルド・ダ・ヴィンチのあのひげもじゃもじゃの顔をですね、思い浮かべてみてください。では思い出してください。目を閉じて思い浮かべてみてください。はい、その状態で今度はですね、ダビデ王の顔と、それから、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているあの顔をですね、両方を、交互にと言いますか、並べて思い浮かべてみてください。交互でも構いません。あるいは目を閉じて思い浮かべていただくのが一番いいと思いますけども、目を閉じてですね、その両者の顔をですね、交互に思い浮かべてみてください。では目を閉じてください。10秒ぐらい時間を置きますので、皆さん自身の目でその両者をですね、見比べてみてください。はい、いかがでしたかということになるわけですけどもね、私もその実験をですね、何度もしてみました。私のワイフにもしてもらいました。で、結論はですね、その両者は同じということです。つまり同一人物ということになるわけですね。ただし、老若の違いはあります。ダビデ王で表現されている、一般にダビデ王と言われているその人物の顔は若いです。
もちろん私たちがよく知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチのあの自画像の顔は年老いています。はいですね。で、一応ダ・ヴィンチというその画家はですね、一般的な通説によればですね、67歳に亡くなっているわけですよね。ですからまあ67歳以前の直前の顔ということになるわけですけどもね。がしかしどうなんでしょうか、同じような印象を持ちます。そこでですね、これから先、ここからしばらくはですね、外国の方のですね、若い時と年老いた時の顔の、まあ、その写真を見ていただきます。で、その後にもう一度今のこの画面に戻ります。では今度はですね、まあ年齢と言いますかね、若い時と、それからですね、年を取った時の顔をですね、まあ比較しながらですね、皆さんに見ていただきます。そうしますとですね、つまりは年を取っても若くてもですよ、若い時の顔と、まあ、年を取ってからの顔もですね、基本的にはイメージと言いますかは同じなんですね。特に目の周辺に、まあ神経を言いますかね、集中してね、その両方を比較してみていただきたいと思います。まあ、目の周辺、鼻の周辺あたりはですね、年を取ってもその雰囲気が変わらない、イコールそのあたりの印象がですね、若い時のまま年を取っていくということ、その若い時に受けた印象がですね、そのままその年を取ってもですね、その目の周辺あたりに生き残っているという言い方、ちょっとね、きつい言い方ですけども、要するに、まあ、そのいわゆる残っているということですね。またそのあたりを見ることによってですね、同一人物であるかどうかということが判断できるわけです。ではこれからそのアメリカの、ね、俳優さんたちのですね、若い頃の写真と年老いてからの写真をですね、見比べていただきます。その間に、ダビデ王の顔とですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔を交互に入れておきます。ではそれが終わった後ね、もう一度この画面に戻ります。Leonardo da Vinci writes that, learn how to see, realize that everything connects everything else. For example, on the left is a statue named King David, sculpted by Michelangelo Buonarroti. On the right is a painting we now call the Self-Portrait ofLeonardo da Vinci, but have a watch very carefully. They are the same. Please see with your own eyes to see if both are the same. Of course, there is an age difference between them, young and old, but no matter how different both look, the face around their eyes would remain the same.So that we can distinguish him from other people. Again, please make sure that the statue of David on the left and the self-portrait of Da Vinci on the right are the same. So, then, how should we think about this fact? There are several possibilities. Michelangelo said that he sculpted King David between 1501 and 1504. It is also said that Leonardo da Vinci painted the self-portrait in red chalk on the right in 1510. This means that Leonardo da Vinci saw a statue of King David and imitated it to paint a self-portrait of himself. But is that possible?The next possibility is that the person represented in King David was not David, but Leonardo da Vinci at that time. But that is also unthinkable. Leonardo da Vinci was already around 50 at that time. However, as my conclusion, I, Hiroshi Hayashi, think as follows. The statuesculpted by Michelangelo Buonarroti and the self-portrait by Leonardo da Vinci
are representations of the same God. And these two sculpture and the self-portrait were sculpted and painted by another higher deity. In other words, Michelangelo's sculpture and Da Vinci's self-portrait are connected in this way. Then I think that's why Leonardo da Vinci wrote this. Learn how to see. Realize that everything connects everything. Yes, these two works connect each other, and now is a time when we have to realize it. ダヴィンチはこう書いています。ものの見方を学びなさい。すべてのものは他のすべてのものとつながっていることに気がつきなさい。と。例えば、左はミケランジェロ・バルノッティが彫刻したダビデ王と呼ばれている彫刻です。右は私たちがダヴィンチの自画像と呼んでいる絵画です。が、注意深く見てください。この両者は同じです。違いがないという点で全く同じです。どう同じかは皆さん自身の目で見て確認してください。年齢差こそありますが、いくら年をとっても目の周辺だけはその人と区別できるほどその面影が残るものです。繰り返しますが、左のダビデ像と右のダヴィンチの自画像は同じです。となると、この事実をどのように考えたらよいのでしょうか。いくつかの可能性が考えられます。ミケランジェロがダビデ王を彫刻したのが1501年から1504年です。ダヴィンチが右の赤チョークで描いたと言われている自画像を描いたのは1510年と言われています。となると、ダヴィンチはダビデ王の像を見て、それを真似して自分の自画像を描いたということになるのでしょうか。が、それはありえません。次に考えられるのは、ダビデ王で表現されている人物は、ダビデではなく、当時のダヴィンチであったということです。が、それもどうかと思います。当時のダヴィンチはすでに、50歳前後になっていたからです。で、私は次のように考えます。これが私の結論ということになります。ミケランジェロが彫刻した像も、またダヴィンチが自画像として描いた像も、一人の同じ神を表現したものであるとです。そして、これら二つの彫刻と自画像は、もう一人別のつまりその上位の神によって彫刻されたり書かれたものであるとです。つまりこうしてミケランジェロの彫刻とダヴィンチの自画像がつながったということになります。だから、まあ、このダヴィンチの言葉と今ここで話したことが直接つながるということではありませんが、ダヴィンチはこう書いたのではないでしょうか。ものの見方を学びなさい。すべてのものは他のすべてのものとつながっていることに気がつきなさい。と。今がその時ではないでしょうか。つまり、ミケランジェロの代表作と言われているダビデ王の像と、そしてダヴィンチ自身の自画像がつながっている。イコール、これら二つの作品は、ミケランジェロもダヴィンチも彫刻したり描いてはいないということになります。つまり、その上位の神によって彫刻されたり、あるいは描かれたものであるということになります。
Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, October the 5th, 2022.
で、結論ということになります。私、林博士は、レオナルド・ダ・ヴィンチも、ミケランジェロ・ブアノルティも、つまりは当時のカイン・キリストの操り人形、あるいは受け渡し人、あるいはただの、つまりはシェル、抜け殻であったというふうに考えています。で、ミケランジェロ・ブアノルティは存在した、まあ、そういう名前の人物がですね、つまり神と人間の間を行き来していた画家、もどきの人、人物はいたと思いますが、しかし、ダ・ヴィンチに関してはですね、いたという証拠がどこからも浮かび上がってきません。つまり、ただの受け渡し人ということになるわけです。神が書いたりしたものをですね、受け取り、そしてそれを人間の世界に渡していたということになります。で、その証拠の一つがですね、つまり、このダビデ王の像と、つまりは、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。で、もう一度最後に、皆さん自身の目で見てですね、確認、そして判断していただきたいわけですけれども、まあ、上がですね、ミケランジェロ・バロンティが彫刻したと言われている代表作中の代表作といいますか、最も最大にして、かつ素晴らしい作品と言われているのが、このダビデ王の像ということになります。そして下はですね、言うまでもなく、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。この自画像はですね、カインのですね、のっぺらぼうの顔に髭をつけた人物であるということは、別のところで証明しました。ともかくも神ということなんですよね。となると、そのダビデ王として表現されているこの像は、誰かということになりますが、つまりはカイン自身ということになるわけです。つまり、ダビデ王なると、まあ、称されているこの像はですね、人間のダビデなる、まあ、人物を表現したものではなくて、さらに言えばですね、十二球図の第一神、時の神、永遠の時の神、なあち、イーオンを表現したものであるということにつながっていくわけです。ともかくもですね、ここで、まあ、皆さんに確認していただきたいことはですね、これら両者はその上位のもう一人の神によって、まあ、彫刻されたり書かれたものであるという点です。つまりこの両者が共通して同じであるということはですね、一方で神のその上位の神の存在を示す物的証拠ということになるということです。つまりその上位の神、すなわちカインはですね、ダビデ王を一方で彫刻し、そして一方でレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画を描いたということです。そしてそこに表現されている神はですね、つまりは最上位の神、アイオンを、まあ描い、まあ、描き込んだ、あら彫刻したものだということになります。でないというならばですね、なぜこの両者の顔がですね、細部に至るまで同じなのかということになるわけです。先ほど見ましたように、顔というのは年齢を経るって言いますかね、取ると、年を取るとですね、変化する部分と変化しない部分とあります。特に目の周辺はですね、子供の頃の面影がそのまま残るものだということですね。そのあたりに、まあ、注意をしてですね、この両者をもう一度皆さん自身の目で確認してください。つまり、この両者は同じ人物だということになります。ということは、この事実がですね、その上位の神の存在を示す物的証拠ということになります。今皆さんに、まあ、そのアメリカ人の俳優の顔をですね、ご覧いただきました。そしてその若い時と年老いた時の顔をご覧いただきました。で、比較していただきましたということなんですけども、もう一度最初の私が今日実験してみましょうといったところに戻っていただきたいと思います。まず最初にダビデ王の顔を見ていただきます。そして次にですね、今度はひげもじゃもじゃのダ・ヴィンチの顔を見ていただきます。で、
同じように比較、頭の中でですね、比較してみていただきたいんですけども、まあ、その印象といいますかね、それから受ける、まあ、その印象はですね、まあ、同じ人物であるということなんですよね。よく似ているというよりも、やはり同じ人物ということになるわけです。で、細かいところをですね、まあ、その精査してみますけども、特に目の周辺というのは、まあ、老若のね、年老いている若いの違いはありますけども、私は同じと判断しました。で、なぜこの比較がとても重要かというとですね、つまりは第一義的にはですね、つまりダビデ王なるあの像をですね、最もミケランジェロの作品の中でも大きくて立派で、いわゆるも何て言いますか、彫刻の中でもね、最大級ですよね。あの像を彫った人物と、それからレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像として表現されている人物がですね、同一人物、またあれ逆にもう少し一歩いわゆる引き下がって言うならばですね、一歩譲って言うならばですね、つまりあのダ・ヴィンチなる人物のいわゆる自画像を描いた、まあ、芸術家ですよね、は同一人物であるというふうにつながっていくわけです。ここが重要ですから、もう一度繰り返しますね。もしダビデ王の顔に表現されている人物と、いいですか、ダヴィンチのあのひげもじゃもじゃの顔をですね、比較してみてですね、顔と比較してみて、それら両者が同じということになるとですね、ダビデ王のあの像を彫った彫刻家と、それからレオナルド・ダヴィンチのあの顔、自画像を描いた、まあ、人物、芸術家はですね、同一人物であるというところに、まあ、直そのままつながるわけじゃありませんけども、その可能性が高くなるということですね。まあそういうことなんですよ。それでまあ今皆さんにね、それ比較しているところをご覧いただいてますけども、そういうことになるわけですね。これは大変なことなんですよ。つまり私がですね、かねてから言っているようにですね、ダ・ヴィンチの作品もいろんな絵画ありますよね。ミケランジェロの彫刻作品もありますね。これら両者はですね、全くというかよく似ていると言いますか、同じ人物の絵、同じ芸術家の描いた作品である説ということにつながっていくということなんです。まあ、それについての説明はですね、別のところで詳しく説明しましたので、その動画はこの後につなげておきますけれども、要するに同一人物だということになってくるとですね、つまりダ・ヴィンチの作品もミケランジェロの作品も、つまりは同一の神によって描かれた作品ということになっていくということになるわけです。で、ここから先は少しね、あらかじめ皆さんにしておいていただきたいことがあるんですけども、ダ・ヴィンチの作品もミケランジェロの作品も、すべて神がテーマなんですね。神がテーマなんです。例えばダ・ヴィンチから言えばですね、最も分かりやすいのはモナリザということになるわけです。で、あのモナリザというか、まあ、人物は誰か、ジャコンデだとかね、どこどこのなんとかなんとかだっていろんな説がありますが、あのダ・ヴィンチの描いたモナリザは火星の神、ネルガルなんですよね。ネルガルです。その証拠に、あのモナリザの絵の背景にはサソリ、ヘビス、犬の3点ペットが描かれています。なおかつ、モナリザの絵の中には51という数字が書き込まれていました。なおかつ、モナリザの絵の背景逆さまにしてね、2枚つなげて逆さまにして拡大するとですね、それはまさしくかつて水のあった頃の火星のパノラマ風景となるわけです。それをもっと明確にしたのがヤングモナリザのあの絵ということになるわけです。ヤングモナリザの絵の背景にはですね、火星の樹木が描かれ、そしてなおかつ火星の大地が描かれているということです。こういうふうにして火星とつながり、火星の神、すなわちネルガルとつながっていくわけです。つまり神を描いたわけです。まあ、尊重なってますかね、そこらのね、姉ちゃんおばちゃんのをモデルにしてはではないということですね。モデルをして描いた絵ではないということですね。そのようにしてダ・ヴィンチの描いた作品というのは皆神がテーマだということです。またミケランジェロの描いた作品、例えば彫刻、例えば瀕死の奴隷、あるいは反抗的な奴隷にしてもですね、あれは奴隷なんか表現したものではないということです。とんでもないタイトルですね。あれはまさしくシャマーシュイエスですよね。その証明は、まあ、埋葬の絵のところにしましたけども、埋葬の絵の中に表現されている中央のあのいわゆるシャマーシュイエスとですね、それから瀕死の奴隷、それから反抗的な奴隷とは全て一つワンセットで、つまり一人の神シャマーシュエスを表現しているということです。さらに先ほどアップロードしておきましたけども、まあ、今日はですね4162でそれをの終わりの方でね、8910、11かな、そのあたりでアップロードしておきましたけども、あのモーゼ像にしてもですね、モーゼ像ではないんです。人間
あるいはデミゴトだったかもしれませんけども、モーゼでは人間ではないということです。では誰かというと、モーゼなる、まあ、デミゴト、あるいは人間にですね、十戒の石板を渡している神自身を表現したものだということですね。それもあの今日の動画の中で証明しましたから見てください。つまり人間、はっきり言えば人間ごときをモデルにして神は彫刻したり絵を描いたりはしていないということです。さらに言えばですね、あの神聖な礼拝堂の天井が、まあ、壁画の方ですけどもね、そこに書かれているあの最後の審判なる絵はですね、最後の審判ではなくてですね、神とカイン・キリストの間に交わされた約束、テスタマント、いわゆる約束の、いわゆる担保として書かれた絵だということになるわけです。まあ、それをですね、ミケル、そうした作品の群をですね、ダ・ヴィンチもミケランジェロも何ら説明を受けることもなくてですね、自分の解釈を加えて、そしてそういう絵画彫刻をですね、人間に渡したということになるわけです。となるとダビデ王は誰かということになってくるわけですね。ダビデは人間です。おかしいでしょ。他の作品は皆神がテーマなんですよね。例えば、まあ、時代は下りますけども、1937年にパブロ・ピカソが描いたあのゲルニカにしてもですね、戦場のゲルニカを描いた絵ではありません。それは私は何度も証明し説明してきました。あのゲルニカの中に描かれているのは全て神々の、いわゆる神々なんですよね。まあ、2人階段まで殺された人がその中に表現されてますけどもね、1人は十字架にかけられて殺された哀れな男、もう1人は壺色の刑を受けてですね、なおかつ首をはねられ、バプテストのヨハネの代わりに殺された男、その2人が描かれてますけども、それはその絵を描いたカイン・キリストの、まあ、心の温かさというものの表現ということになるわけですね。あまりにもかわいそうだということで、その2人をですね、カイン・キリストは神の中に加えたということはありますけども、あのゲルニカはですね、まさ神々の世界を描いた神のソーランズであるということになります。つまり神の作品はですね、全て神がテーマだということです。となるとダビデ王はどうかということになりますけれども、ダビデ王なる像に、ね、表現されているのはダビデという人間ではないということです。では誰かというと、あの像にふさわしい神はただ一人なんです。最大級で最も立派でね、まあ、そのミケランジェロの彫刻の中でも締めくくり的って、まあ、締めくくりじゃありませんけどもね、その後30年ほどで、ミケランジェロは40年かほどで亡くなるわけですけども、まあ、いわゆるミケランジェロの作品の中でも最大級の最も重厚なといいますかね、まあ、ミケランジェロの彫刻を代表するような作品であると同時に巨大なんですよね。ではその巨大な、いわゆる、まあ、彫刻にふさわしい神は誰かというとですね、いわゆる十二球図の第一神、すなわちイオンということになるわけです。 AEON あるいは AION とスペリングしますけども、イオン時の神、永遠の神、すなわちイオンということになるわけです。となると皆さんは、あれはダビデ像であってイオンではないとおっしゃる、そうでしょうか。よく見てください。そこで最初の実験に戻ってくださいね、私は皆さんに、まあ、その実験をしていただきました。つまりですね、あのダビデ像の中に表現されている神は、つまりはイオン、なあちダヴィンチ自身、ダヴィンチ自身があの顔がですね、まさしくカイン・キリストの顔をモデルにして変形させてできた顔ですから、あの顔を持ってきてですね、つまり、まあ、ミケランジェロはですね、そのイオンとして表現された神の作品をですね、つまりは肩のところに宝石具なるものを持っているがゆえにですね、まあ、それだけを見てですね、ああダビデだダビデだというふうに、まあ、一般には説明されていますし、皆さんもそのように思っていらっしゃるわけです。ところがですね、同じ手法を使ってですね、今度はダヴィンチがですね、あのセント・ジェロームの絵を描いてますね。下に白抜きのライオンを描くわけです。ライオンを描いてですね、そしてその絵をですね、あたかもセント・ジェロームの絵に見せかけてですよ、実は神自身の自画像をそこに描き込んでいるわけです。この手法とダビデ像の中に描かれているあの透析具の手法と同じだということです。透析具を描くことによって、表現することによってですね、まあ、透析具を使ったのはダビデ王だから、ダビデ王はですね、あの透析具を使ってですね、巨人を倒してますから、そんなところからですね、透析具があるから、あれはダビデ像だというふうにして、
して決めつけてかかってしまっているわけですね、私たち人間は。その手法は先ほどのダ・ヴィンチが書いたと言われているセント・ジェロームの絵の手法と一致しているということです。つまりですね、透析具があるからといってダビデ王であると簡単に片付けてはいけないということです。まあ、つまりですね、あの透析具に見せかけているのはですね、私はあの透析具にはですね、12球図の12神が描かれていたと思います。帯状になってますね。しかし今見るとですね、ザラザラで何かね、のみで削り取ったような様子になってますね。あるいは誰かが後でね、いわゆるまあその改ざんしたのではないかと考えています。ザラザラです。なぜザラザラでね、あたかもそのなんて言いますか、彫刻具で壊したようなようになっているかというと、ひょっとしたらあそこにはですね、これは私の推察なんですけども、あそこには12球図の12神が書いてあったということになります。 なぜならばそのあのダビデ王で表現されている、まあ、裸の男性が描かれてますけども、あのポーズはですね、ギリシャに残るモザイク画のいわゆる十二神の第一神、すなわち時の神、永遠の神、イオンと、まあ、形ポーズが一致しているからですというようなところからですね、私はあのダビデ王にふさわしい、彫刻にふさわしい神は誰かというと、イオンということになるわけです。アイオンです。つまりダビデ王はですね、神はですね、神はあの像を作るときにですね、つまりそのふさわしい、イオンにふさわしい永遠の時の神、すなわちイオンを彫刻したというふうに考えています。そしてその像はですね、いわゆる、まあその一方でカイン・キリスト、すなわち人間史の最高神カインをモデルにしてですね、まあ、そのダビデ王の顔を彫刻したということになるわけです。その証拠にですね、イオン、すなわちロード・イオン、主なる神、永遠の神、ロード・イオン、ロード・イオン、いいですか。皆さんも紙と鉛筆があったらスペリングを書いてみてください。いいですか。LORD、 ロードです。それからイオン、AEON、 いいですね。ロードイオン、もう一回言いますよ、重要ですよ。 LORD、 いいですね。それから AEON、 ロードイオン、その文字をバラバラにして組み立ててできた名前がレオナルドになるんです。レオナルド・ダ・ヴィンチのレオナルドです。日本ではダ・ヴィンチ、ダ・ヴィンチと言ってますけども、日本以外では皆ダ・ヴィンチのことをレオナルドと言っております。日本人だけがダ・ヴィンチ、ダ・ヴィンチと言っているだけなんですよ。外国では皆あのレオナルド・ダ・ヴィンチのことをレオナルド、レオナルドと言っていてます。つまりロード・アイオンのアナグラムがレオナルドだということになります。こうして最初の話に戻りますけども、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と、それからダビデ王の顔が一致する、名前も一致する、そしてそこに表現されているあのまあなんて言いますかね、ダビデ王のあの像の立派さから鑑みてですね、その像に表現されているのは神自身、すなわち永遠の時の神イオンであるという説明とつながっていきます。以上すべて私林博士が発見した事実です。2012年以前には誰も知らなかった事実ばかりで、私はそうした事実を証明しました。つまりそれが今日このビデオダイアリーの結論ということになります。では最後にもう一度皆さん頭の中でね、最初に皆さんに実験していただいた部分をですね、思い出していただきたいと思います。最初に目を閉じて、いいですか、ダビデ王の顔を思い浮かべてみてください。いいですね。はい、次に今度はあのひげもじゃもじゃのダヴィンチの顔を思い浮かべてみてください。いいですね。この両者は同一人物であるということになります。では今日のビデオであり終わりますけれども、この事実はですね、つまりはカイン・キリスト、神がですね、常に私たちの人間そばにいて、そして人間の指導に当たっているという、その物的証拠ということになるんですよ。ここが重要ですよ。物的証拠ということになるということです。では今日のビデオであり、ここで終わります。バイ。
This is said to be the statue of David, the third king of the United Monarchy of Israel and Judah in the Hebrew Bible. It is considered to be the largest and the most important statue of all the statues that Michelangelo is said to have sculpted. But King David is not a god. He may have been a demigod, most possibly, but at least not a god. The first question I have is that I think this statue is also carved by God himself, so would the god carve a human or demigod statue like this? Needless to say, the god in Gath is Lord Ion, the eternal god of the first god in the 12 gods of the zodiac. If I were a god, I would sculpt the statue of Ion or Ebon, the most important god as well as the largest god. In other words, I, Hiroshi Hayashi, judge that the statue expressed as a statue of David is not a statue modeled on a human being such as King David, but the highest god or Lord Ion. And it is judged that the face is modeled on Cain, the supreme god of human race. The proof is that, though both are young and old, the face of the statue of David is very similar to the face of Cain Christ, which we call Leonardo da Vinci now. However, there may be a counter-argument that David of Michelangelo Buonarroti may have a band called a stone thrower, and for this reason, the statue is generally explained as David. However, I reckon that this is also an example of deception sculpture. In other words, it is a statue of God himself disguised as David using the stone throwing on his shoulder. A similar example is a painting of Saint Jerome, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci. A white blank lion is depicted below it, so it is generally interpreted as a painting of Saint Jerome. However, the painting does not depict a human named Saint Jerome. He is God, God himself. For the proof, the number 61 and 27 were hidden in the Saint Jerome. 61 and 27 mean God and Cain according to Jewish gematria. In other words, what was drawn there was God Cain. The person we now know today, known as a portrait of Leonardo da Vinci, was Cain. Similarly, the person carved as a statue of David is also God himself. Again, I claim God does not draw or sculpt humans as models. God himself. So, in this way, God Cain left an important message to us humans. It is God himself that is carved as a statue of King David, and that God is King Christ. Therefore, the face of the statue called King David is very similar to the face of the portrait of David, but that's not all. The eternal God, that is Lord Ion, but the name created by rearranging the letters of that Lord Ion is Leonardo, or Leonardo from Leonardo da Vinci. The name of Leonardo is an anagram of Lord Ion. In this way, Leonardo da Vinci's work and Michelangelo Buonarroti's work are connected.
and a message emerged from this connection. The Statue of David is not David. In other words, the Statue of David is an expression of the eternal God or King Christ when he is young. King Christ sculpted himself in the Statue of David. これはイスラエルおよびユダヤの連合国家の第三代目の王ダビデの像と言われている像です。ミケランジェロ・バヌーティが彫刻したと言われている像の中でも最大の像であると同時に最も重要な像と考えられていますが、ダビデ王は神ではありません。半神半人のデミゴッドだったかもしれませんが、少なくとも神ではありません。私の疑問の第一は、この像もまた神自身が彫刻したものであると考えていますので、その神が人間もしくはデミゴッドの像など彫刻するだろうかということです。言うまでもなく、神の中の神といえば十二宮図ゾーディアックの中の第一神の永遠の神ロードアイオンということになります。もし私が神なら最も重要な神アイオン像を彫刻します。そしてそれが最大の像として表現されていたとしてもおかしくはないと思います。つまり私林浩司はダビデ像として表現されている像はダビデ王などという人間をモデルにした像ではなく、最高位の神ロードアイオン主永遠の神ではないかと判断しています。そしてその顔は人間主の最高神カインをモデルにしたものではないかと判断しています。その証拠に若い年を取っているという違いはありますが、ダビデ像のダビデは私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と呼んでいるあのレオナルド・ダ・ヴィンチと、つまりカイン・キリストの顔と酷似しています。雰囲気が大変よく似ている点に注意してください。が、これに対してダビデ像のダビデは陶石具と呼ばれる道具および帯を持っているのではいるではないかという反論もあるかもしれません。またそれが理由でこの像はダビデであると一般には説明されています。が、これも騙し彫刻の一例ではないでしょうか。言い換えると、その陶石具を使ってダビデに見せかけた神自身の像ということになるのではないでしょうか。同じような例としては、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているセン・ジェロームの絵があります。白抜きのライオンがその下に描かれているため、一般にはセン・ジェロームの絵であると解釈されていますが、その絵はセン・ジェロームという人間を描いたものではありません。神です。神自身です。その証拠に、その聖ジェロームの絵の中には61という数字と27という数字が隠し込まれていました。61と27はユダヤのゲマトリアに解読すると神カインを意味します。つまりそこに書かれているのは神のカインだったのです。現在私たちが知っているあのダ・ヴィンチの肖像画と知られている人物はそのカイン自身でした。同じようにダビデ像として彫刻されている人物もまた神自身ということになります。繰り返しますが、神は人間などモデルにして絵を描いたり彫刻したりはしません。神自身です。つまりこのような方法で
神カインは一つの重要なメッセージを私たち人間に残しました。ダビデ王の像として彫刻されているのは神自身の像であると、そしてその神というのはカインキリストのことであるとです。ですからダビデ王と呼ばれている像の顔はダビンチの肖像画と言われている顔と大変よく似ています。雰囲気が大変よく似ていますが、それだけではありません。永遠の神、それがロードアイオンですが、そのロードアイオンの文字を並び替えてできた名前がレオナルドです。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチのレオナルドということになりますが、その名前はロードアイオンのアナグラムでできた名前ということになります。こうしてダ・ヴィンチの作品とミケランジェロの作品がつながり、その向こうから一つのメッセージが浮かび上がってきます。ダビデ像はダビデではない、つまり永遠の神、若き日のカイン・キリストを表現したものであるとです。ダビデ像の像はカイン・キリストが自らを彫刻した、つまりは自分像であったということになります。広志林浜松シティジャパン。Michelangelo ha lasciato numerosi dipinti e sculture. Tuttavia, nessuno di essi corrisponde al titolo e al contenuto. Ad esempio, una delle sculture più note è il Mosè di Michelangelo. Tuttavia, quella scultura non è Mosè, che ha ricevuto i 10 comandamenti. È il Dio che ha dato a Mosè i 10 comandamenti. Allo stesso modo, le sculture intitolate Te Ding Slave e Te Rivellius Slave non sono schiavi. Sono Shamash Gesù, che furono uccisi prima di essere crocifissi e giustiziati. C'è anche una statua della pietà, che si dice sia il grande capolavoro di Michelangelo. La donna rappresentata nella statua non è la Madre Maria, che si dice sia la madre di Gesù. La donna lì è Maria di Betania, la moglie di Shamash Gesù. Ci sono molti altri esempi, ma nessuno corrisponde al titolo e al contenuto. Ma perché il problema è finito così? Una possibile ragione potrebbe essere che lo stesso Michelangelo non abbia prodotto personalmente queste opere. In altre parole, Michelangelo potrebbe aver ricevuto queste opere dal Dio che ha manipolato Michelangelo dall'alto. Inoltre, potrebbe essere perché Dio non ha spiegato il contenuto di tali opere. In altre parole, Michelangelo era solo un burattino. Lo stesso si può dire poi per la statua del David, che conosciamo. In altre parole, David, che è rappresentato come una statua di David, non è un re umano, David. È impensabile che uno scultore che è un dio scolpisca una scultura con un essere umano chiamato David, un re umano, come soggetto. Date le dimensioni della scultura, sospetto che la statua di David fosse il dio molto più alto, il dio più alto, Eone. Dio in Dio, questo è Eone. Quella è la statua di David. Spiego su questi fatti sopra in questo video. Michelangelo Buonarroti left behind numerous paintings and sculptures. However, none of them match the title and the content. For example, one of well-known sculptures is the Moses of Michelangelo. However, the sculpture is not Moses who received the
Ten Commandments. It is a God who gave Moses the Ten Commandments. Similarly, the sculpture entitled The Dying Slave and The Rebellious Slave are not slaves. They are Shammah's Jesus who were killed before being crucified and executed. There is also a statue of Pietà which is said to be Michelangelo's great masterpiece. The woman represented in the statue is not the Mother Mary who is said to be the mother of Jesus. The woman there is Mary of Bethany, the wife of Shammah's Jesus. There are many other examples, but none of them match the title and content.ミケランジェロ・ブアヌーティは数多くの絵画や彫刻を残しましたが、そのどれもが題名と内容が一致していません。例えばよく知られた彫刻にモーゼ像がありますが、あの彫刻は十戒を授かったモーゼではありません。それはモーゼに十戒を渡した神、神自身です。同じように瀕死の奴隷や反抗的な奴隷と題された彫刻は奴隷ではありません。それらは十字架にかけられ処刑される前に殺されたシャマーシュイエスです。他にもミケランジェロの代表作と言われているピエタ像があります。その像の中で表現されている女性はイエスの母と言われているマダーメアリーではありません。その女性はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアです。他にもいろいろな例がありますが、ともかくもそのどれもが題名と内容が一致していません。But why did the problem end up like this?One possible reason may be that Michelangelo himself did not produce these works himself. In other words, Michelangelo may have been given these works by the God who manipulated Michelangelo from above. Furthermore, it may be because God did not explain the contents of such works. In other words,Michelangelo was just a puppet. Then the same can be said for the statue of David, which we are familiar with. In other words, David, who is represented as a statue of David, is not a human king, David. It is unthinkable that sculptor who is a god would sculpt a sculpture with a human being named David.David, a human king, as a subject. Given the size of the sculpture, I, Hiroshi Hayashi, suspect that the statue of David was a much higher god, or the highest god, Eon, or Ion, the god of all gods, that is, Ion. That is the statue of David.I, Hiroshi Hayashi, explain about these facts above in this video. が、問題はなぜこんなことになってしまったのでしょうか。理由の一つとして考えられることは、ミケランジェロ自身がこうした作品を自分では制作していなかったからではないでしょうか。つまり、ミケランジェロはこうした作品をミケランジェロを上から操っていた神自身から与えられていたからではないでしょうか。さらに言えば、こうした作品の内容の説明をミケランジェロは神から受けていなかったからではないでしょうか。つまり、ミケランジェロはただの操り人形だったということになります。となると、私たちがよく知っている
ダビデ像についても同じことが言えるのではないでしょうかということになります。つまりダビデ像として表現されているダビデはダビデではなかったと、そもそも神である彫刻家がダビデという一人の人間を題材にして彫刻を彫刻するなどということは考えられません。その彫刻の大きさからして、私はそのダビデ像として彫刻されているダビデはもっと上位の神、最高位の神、つまりアイオンではなかったかと考えています。神の中の神、それがアイオンです。それがあのダビデ像ということになります。これらの事実を私はこの動画の中で皆さんに説明します。広志林、HMS City JAPAN。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これが永遠の神アイオンということになります。まあ、世界最古最もよく知られたアイオンのモザイク画です。右下に描かれているのが大地の神テルスです。ローマ名ガイアということになります。そしてこの赤い枠で囲ったのが神アイオンということになります。永遠の時の神、十二宮図の最初の神ということになります。で、このアイオンとダビデ像と見比べてみてください。まあ、共に裸像であるということですけども、それだけではありません。左右反転してみますと、そのポーズは全く同じになります。つまりダビデ像なるものはですね、アイオンをモデルにして作られた像ということになるのではないでしょうか。注意深く比較してみてください。ボサボサの頭ですよね。それから手に布のようなもの、革紐を持っています。これはダビデがですね、この陶石帯でですね、石を投げて、そして巨人をですね倒したという話になぞらえたものと一般には解釈されています。確かに革紐のような帯が背中の方にも表現されていますが、左のアイオンもですね、右手で帯のような十二宮図のその図をですね手で握っているのがわかります。そしてポーズが同じです。中心が向かって右の足の方にかかっています。そして向かって左の腕足は軽く曲げています。林博士はこれは無視できない事実と考えていますが、中央の像はダビデの像ということになっています。左は神の中の神アイオンということになっています。で、中央のダビデ像はですね、巨大さから考えて私は最高位の神を彫刻したものだと考えています。ダビデというのはつまりは人間の王です。人間の王をですね、神なる彫刻家が彫刻するはずはないのです。そしてロードアイオンをバラバラにしてですね、並び替えるとレオナルドとなります。私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物はですね、こうして自分の名前を作ったということにもとも考えられます。なお、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前はですね、師匠であったアンドレア・デル・ペロッキオの名前のアナグラムです。まあ、つまり、このような形でレオナルドと、まあ、称したその、まあ、人間といいますか人物はですね、神の名前を取って、つまり自分の名前としたということになります。もちろんレオナルド・ダ・ヴィンチは神ではありません。もし神であるならばですね、ここで顔が一致するはずです。左がダビデ像です。右が私たちがよく知っている年老いてからのひげもじゃもじゃのレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますが、この両者は顔が似ていません。若い
まあ、年を取っているの違いはあるかもしれませんけれども、それを乗り越えても同一人物とは言い難い。特に口の大きさですね。つまりこのような形でレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物がですね、少なくともアイオンではなかったということになるということになります。アイオンというのは神の中の神、最高位の神ということになります。まあ、ここで話が終わるわけではありません。前もって皆さんに話しておきたいことはですね、私たちがよく知っているミケランジェロなる芸術家は、つまりは神の操り人形であったということです。それを表現したのがシセーナ礼拝堂の壁画のあの私たちが最後の審判と呼んでいる絵ということになります。Michelangelo Buonarroti has been said to have painted his shell or period of skin of himself in the mirror painting of Cappella Sistina or Sistine Chapel in Vatican. It is in the Last Judgment or a well-known painting mural in Cappella Sistina. But a question is that, why did King ChristDraw such a picture in the mural of the Last Judgment. In the center of the mural is King Christ. The number 77 is its evidence hidden under it. 77 means Christ in Jewish gematria. Below the picture of Christ is Michelangelo's shell. If you decipher the code,hidden in the picture as it is, you will know that Michelangelo was nothing but just a shell. In other words, Michelangelo was just a puppet artist who was manipulated by King Christ as a minion of King Christ. Yes, he was. In fact, Michelangelo Buonarroti didn't create anything himself, be it sculptures orPaintings. All of his masterpieces, which have been said to be his, were either sculpted or painted by the god above him, King Christ. Michelangelo was just a puppet artist of God. In other words, Michelangelo's works were not created by human Michelangelo, but by God himself as messages to humans.In other words, again, if Michelangelo's work can be carefully deciphered, we humans can read the messages given from God to humans. Leonardo da Vinci writes that.Learn how to see. Realize that everything connects everything else. For example, on the left is a statue named King David, sculpted by Michelangelo Buonarroti. On the right is a painting we now call the Self-Portrait of Leonardo da Vinci. But have a watch very carefully.They are the same. Please see with your own eyes to see if both are the same. Of course, there is an age difference between them, young and old, but no matter how different both look, the face around their eyes would remain the same so that we can distinguish them from other people. Again,Please make sure that the statue of David on the left and the self-portrait of Da Vinci on the right are the same. So, then, how should we think about this fact? There are several possibilities. Michelangelo said that he sculpted King David between 1501 and 1504.
It is also said that Leonardo da Vinci painted the self-portrait in red chalk on the right in 1510. This means that Leonardo da Vinci saw a statue of King David and imitated it to paint a self-portrait of himself. But is that possible? The next possibility is that the person represented in King David was not David, but Leonardo da Vinci at that time. But that is also unthinkable. Leonardo da Vinci was already around 50 at that time. However, as my conclusion, I, Hiroshi Hayashi, think as follows. The statue, sculpted by Michelangelo Buonarroti, and the self-portrait by Leonardo da Vinci are representations of the same god. And these two sculptures and the self-portrait were sculpted and painted by another higher deity. In other words, Michelangelo's sculpture and Da Vinci's self-portrait are connected in this way. Then I think that's why Leonardo da Vinci wrote this. Learn how to see. Realize that everything connects everything. Yes, these two works connect each other, and now is a time when we have to realize it. ダヴィンチはこう書いています。ものの見方を学びなさい。すべてのものは他のすべてのものとつながっていることに気がつきなさい、と。例えば、左はミケランジョ・バルノティが彫刻したダビデ王と呼ばれている彫刻です。右は私たちがダヴィンチの自画像と呼んでいる絵画です。注意深く見てください。この両者は同じです。違いがないという点で全く同じです。どう同じかは皆さん自身の目で見て確認してください。年齢差こそありますが、いくら年をとっても目の周辺だけはその人と区別できるほどその面影が残るものです。繰り返しますが、左のダビデ像と右のダヴィンチの自画像は同じです。となると、この事実をどのように考えたらよいのでしょうか。いくつかの可能性が考えられます。ミケランジェロがダビデ王を彫刻したのが1501年から1504年です。ダヴィンチが右の赤チョークで描いたと言われている自画像を描いたのは1510年と言われています。となると、ダヴィンチはダビデ王の像を見て、それを真似して自分の自画像を描いたということになるのでしょうか。が、それはありえません。次に考えられるのは、ダビデ王で表現されている人物はダビデではなく、当時のダヴィンチであったということですが、それもどうかと思います。当時のダヴィンチはすでに50歳前後になっていたからです。で、私は次のように考えます。これが私の結論ということになります。ミケランジェロが彫刻した像も、またダヴィンチが自画像として描いた像も、一人の同じ神を表現したものであるとです。そしてこれら二つの彫刻と自画像はもう一人別の、つまりその上位の神によって彫刻されたり書かれたものであるとです。つまりこうしてミケランジェロの彫刻とダヴィンチの自画像がつながったということになります。だから、このダヴィンチの言葉と
今ここで話したことが直接つながるということではありませんが、ダ・ヴィンチはこう書いたのではないでしょうか。ものの見方を学びなさい。すべてのものは他のすべてのものとつながっていることに気がつきなさい。と。今がその時ではないでしょうか。つまり、ミケランジェロの代表作と言われているダビデ王の像と、そしてダ・ヴィンチ自身の自画像がつながっている。イコール、これら二つの作品は、ミケランジェロもダ・ヴィンチも彫刻したり描いてはいないということになります。つまり、その上位の神によって彫刻されたり、あるいは描かれたものであるということになります。広し林、ハメメシティ、ジャパン、October the 5th, 2022.
で、結論ということになります。私、林博士は、レオナルド・ダ・ヴィンチも、ミケランジェロ・ブアノルティも、つまりは、当時のカイン・キリストの操り人形、あるいは受け渡し人、あるいはただの、つまりはシェル、抜け殻であったというふうに考えています。で、ミケランジェロ・ブアノルティは存在した、まあ、そういう名前の人物がですね、つまり神と人間の間を行き来していた画家、もどきの人、人物はいたと思います。しかし、ダ・ヴィンチに関してはですね、いたという証拠がどこからも浮かび上がってきません。つまり、ただの受け渡し人ということになるわけです。神が書いたりしたものをですね、受け取り、そしてそれを人間の世界に渡していたということになります。で、その証拠の一つがですね、つまり、このダビデ王の像と、つまりは、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。で、もう一つ最後に、皆さん自身の目で見てですね、確認、そして判断していただきたいわけですけれども、まあ、上がですね、ミケランジェロ・ブアノルティが彫刻したと言われている代表作中の代表作といいますか、最も最大にして、かつ素晴らしい作品と言われているのが、このダビデ王の像ということになります。そして下はですね、言うまでもなく、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。この自画像はですね、カインのですね、のっぺらぼうの顔にひげをつけた人物であるということは、別のところで証明しました。ともかくも神ということなんですよね。となると、そのダビデ王として表現されているこの像は、誰かということになりますが、つまりはカイン自身ということになるわけです。つまり、ダビデ王なると、まあ、称されているこの像はですね、人間のダビデなる、まあ、人物を表現したものではなくて、さらに言えばですね、十二宮図の第一神、時の神、永遠の時の神、なあち、イーオンを表現したものであるということにつながっていくわけです。ともかくもですね、ここで、まあ、皆さんに確認していただきたいことはですね、これら両者は、その上位のもう一人の神によって、まあ、彫刻されたり、書かれたものであるという点です。つまり、この両者が共通して同じであるということはですね、一方で、神の、その上位の神の存在を示す物的証拠ということになるということです。つまり、その上位の神、すなわち、カインをですね、ダビデ王を一方で彫刻し、そして一方でレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画を描いたということです。そしてそこに表現されている神はですね、つまりは最上位の神、アイオンを、まあ描いまあ、描き込んだ、あら彫刻したものだということになります。でないというならばですね、なぜこの両者の顔がですね、細部に至るまで同じなのかということになるわけです。先ほど見えましたように、顔というのは年齢を減るって言いますかね、取ると、年を取るとですね、変化する部分と変化しない部分とあります。特に目の周辺はですね、子供の頃の面影がそのまま残るものだということですね。そのあたりに、まあ、注意をしてですね、この両者をもう一度皆さん自身の目で確認してください。つまり、この両者は同じ人物だということになります。ということは、この事実がですね、その上位の神の存在を示す物的証拠ということになります。Ladies and gentlemen, here is a sculpture. Generally, it is said to be the statue of Moses that is said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti. The statue holds stone slabs of the Ten Commandments in his arm. Therefore, they say it is a
statue of Moses. But is this theory really correct? Michelangelo depicted the image of God on the ceiling of the Cappella Sistina. It is a picture generally named the creation of Adam. However, the God depicted in this picture is exactly the same as that of the statue of Moses. Not only the shape of the face, but also the shape of the ear is exactly the same in every detail. Then, what should we think about this fact? One is a sculpture and the other one is a painting. So, there are two possibilities. First, Moses is God. Or, on the other hand, God is Moses. However, the person depicted in the Cappella Sistina is God, not Moses. Which is correct. However, Moses shown in the statue of Moses has stone slabs of Ten Commandments. They are stone slabs that are said to have been given to Moses by God. So, after all, the image of Moses is Moses. But this idea is inconsistent. God will be Moses. Then, when you enter such mysterious maze, you reverse your consciousness. In other words, the person represented by the statue of Moses is God himself. In other words, it is a God himself who is trying to give Moses slabs, not Moses who receives the slabs. The proof is that Moses, or the statue of Moses, has two horns on his head. The image of the statue of Moses is God himself. We are just accepting the words someone first said, and we are assuming that it is Moses. This is the case, but the image of Moses is God himself. It is a sculpture that God himself is trying to give Moses slabs. If not, why is the statue of Moses and the face of the God in the Cappella Sistina the same in every detail? Furthermore, Michelangelo himself, unaware of these facts, painted the Cappella Sistina and sculpted Moses after 30 years later. In other words, these works were not sculpted or drawn by Michelangelo, but by God himself. Even more mysterious is the match between these two figures and the face of the statue of Zeus discovered 200 years later. It is a statue of Zeus that Michelangelo never knew. So, the only answer of mine to this mystery is the paintings of the Cappella Sistina, the statue of Moses, and the statue of Zeus were works of the God. ここに一体の彫刻があります。一般にはミケランジェロ・ブアロヌティが彫刻したと言われているモーゼ像です。その像は10階の石板を腕に抱えています。だからモーゼ像ということになっていますが、本当にこの説は正しいのでしょうか。ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の天井に神の姿を描いています。一般にはアダムの創造と呼ばれている絵ですが、この絵の中に描かれている神は先のモーゼ像と全く同じです。顔の形はもちろんのこと、耳の形まで細部まで同じです。となると、この事実をどう考えたらよいのでしょうか。一方は彫刻であり、他方は絵画です。
って考えられる可能性は2つ。1つはモーゼと呼ばれていた人物は神である。もう1つは逆に神というのはモーゼのことである。がシスティーナ礼拝堂に書かれている人物はこれは神です、モーゼではありません。となると両方とも神であるということになってしまいます。がモーゼ像で示されているモーゼは十戒の石板を持っています。モーゼが神から授かったと言われている石板です。だからやはりモーゼ像はモーゼということになるのでしょうか。がこの考え方は矛盾します。神はモーゼということになってしまうからです。でこうした謎の迷路に入り込んだときは意識を逆転させます。つまりモーゼ像で表現されている人物は神自身である。とつまりモーゼに石板を与えようとしている神自身である。とその証拠にモーゼ像のモーゼには頭に角があります。その像は神自身ということになります。私たちは誰かが最初に言った言葉をそのまま受け入れてしまっているのではないでしょうか。そしてそれがモーゼ像であると思い込んでしまっているだけなのではないでしょうか。がモーゼ像なる像は神自身の像である。神自身がモーゼに石板を与えようとしている像である。繰り返します。モーゼ像なる像はモーゼが神から石板を受け取っている像ではなくて逆、神自身がモーゼに石板を与えようとしている像である。でないというのならなぜモーゼ像とシスティナ礼拝堂に書かれている神の顔が細部に至るまで同じなのでしょうか。さらに言えばミケランジェロ自身もこうした事実に気がつかないままシスティナ礼拝堂の絵を描き、その30年後にモーゼ像を彫刻したということになります。つまりこうした作品はミケランジェロ自身のものではなく神自身が彫刻したり描いたものであるということになるのではないでしょうか。さらに不思議なことが続きます。これら二人の人物とさらにそれから200年後に発見されたゼウス像の顔が一致します。ミケランジェロ自身が知る由もなかったゼウス像です。で、こうした謎を解く唯一の答えはこうなります。システィーナ礼拝堂の絵もモーゼ像もそしてゼウス像も神々の作品であったと。広瀬林、浜松市ジャパン。According to the collection of other documents, Michelangelo's painting entitled The Entombment is supposed to be Michelangelo's work drawn in 1501. But no one knows if it's really a Michelangelo's work. In other words, The Entombment is supposed to be a painting inFull mysteries. By whom and when was the entombment drawn? It seemed to have a long and complicated story in it, but only one thing is clear, that a very important message of God was hidden in its painting. Michelangelo Net official website writes about the entombment as follows.The entombment, which is displayed in London National Gallery, is now widely attributed to the master of the Italian Renaissance, Michelangelo Buonarroti. This unfinished painting is thought to be the altarpiece that was commissioned from Michelangelo for the Church of
Saint Agostino in Rome around 1501. However, it was never delivered and Michelangelo returned the payments he had received. Perhaps because the entombment is unfinished, there is no surviving reference to the painting by any of Michelangelo's contemporaries. ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵について、他の文献の称号からミケランジェロの埋葬と題された絵画は一応1501年に描かれた作品ということになっていますが、それがミケランジェロの作品かどうか本当のところ誰も知りません。1640年代になって初めてそれがミケランジェロの作品として公式に認定されました。つまり埋葬は謎に満ちた絵画ということになっています。誰によっていつ埋葬は描かれたのか、それを話せば長くて複雑な話になりますが、それはともかくもこの絵画の中には神から人間に与えられた重要なメッセージが隠されていたことだけは事実です。広し林、HMS City, Japan。Initially, at the earliest stage of its history, Hegel led the way andInanna Maria and her brother Utz Shamash launched the archetype of Christianity. Another name for Hegel is Prometheus or Lucifer. That's why on the coat of arms of Vatican, three initials of IHS are used by successive Roman Catholic popes today. In other words, they took theinitials of Inanna, Hegel, and Shamash to make it IHS. The symbol mark of Roman Catholicism is a combination of the Inanna symbol mark representing Venus and the Shamash symbol mark representing the sun. But Shamash turned over to Mithraism on the way.That is why Shamash Jesus was murdered by the three of Inanna Maria, John the Baptist, and Judas Traitor. It is Hegel's son, Marduk, who has succeeded Shamash Jesus and has protected his position. And together with Marduk, it is Cain, Adam's son, who has assisted Marduk as a savior.The Cain became the human savior. So, Marduk Jesus and Cain Christ together are now called Jesus and Christ. By the way, Shamash Jesus had a wife. A woman named Maria of Bethany is a wife. She was Martha's sister, Martha, who took care of Shamash Jesus. As her husband, Shamash Jesus wasMurdered, Maria Bethany was deeply saddened. The statue of Pietà, which is said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti, is a sculpture that shows her deepest sorrow. It is Maria Bethany who holds murdered Shamash Jesus, her late husband. And that Maria of Bethany was already pregnant when Shamash Jesus was murdered and their son Judah was born. Maria of Bethany dared to name her son Judah. Judah was named after Judah the traitor who murdered his husband Shamash Jesus. This is important. It means that Maria of Bethany carried outShamash Jesus' ultimate teaching
forgive your enemies. So, Maria Bethany is the ultimate executor of love. In other words, the lady we now call the Holy Mary is Maria of Bethany. Besides these facts, another name for Inanna Maria is Ishtar. When Christianity became the national religion in the Roman era, Ishtar changed its name to Easter, and Roman Catholics still celebrate Easter as the largest festival.当初、ヘイレルが中心となり、イナンナ・マリアと彼女の兄のウツ・シャマーシュによってキリスト教の原型が立ち上げられました。ヘイレルのまたの名はプロメテウス、あるいはルシファーです。現在、ローマン・カトリックの歴代の法王が使っている Coat of Arms、つまり紋章に IHS と書かれているのはそういう理由によるものです。つまりイナンナ、ヘーレル、そしてシャーマー氏の頭文字を取って IHS としました。なお、ローマンカトリックの紋章は金星を表すイナンナの紋章と太陽を表すシャーマー氏の紋章を合体させたものですが、シャマー氏は途中でミトラ教に寝返ります。それが理由でシャマー氏イエスはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、それに裏切り者のユダの3人によって殺されます。そのシャマー氏イエスの後を継いでイエスの立場を守っているのがヘイレルの息子のマルドゥックということになります。そのマルドゥックを側面から助けていたのがアダムの息子のカインということになります。そのカインが現在人間の救世主、つまりキリストとなりました。つまりマルドゥックイエスとカイン・キリストの二人を合わせて現在その人たちをイエス・キリストと呼んでいます。シャマーシュイエスには妻がいました。ベタニアのマリアという女性がその妻です。シャマーシュイエスの世話をしていたマルタ、マーサの妹です。夫シャマーシュイエスが殺され、ベタニアのマリアは深い悲しみに包まれます。その様子を表したのがミケランジェロ・ブアノヌティが彫刻したと言われているピエタ像です。亡き夫のシャマーシュイエスを抱いているのがベタニアのマリアということになります。そしてベタニアのマリアはシャマーシュイエスが殺害された時すでに身ごもっていました。そして生まれたのが息子のユダです。ベタニアのマリアは自分の息子の名前をあえてユダとしました。夫シャマーシュイエスを殺した裏切り者のユダの名前を取ってユダとしました。ここが重要です。何時の敵を許せという、つまりはシャマーシュイエスの究極の教えをベタニアのマリアはそのまま実行したということになります。つまりベタニアのマリアこそが愛の究極の実行者ということになります。言い換えると、現在私たちが聖母マリアと呼んでいるその方はベタニアのマリアということになります。なお、イナンナ・マリアの別名はイシュタールです。ローマ時代にキリスト教が国教となるとイスタールはイースターと名を変え、現在の今もローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。
もう皆さんお分かりですね。私たちがアベマリアと呼んで尊敬してやまないその方は、つまりはベタニアのマリアということになります。According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes.Like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, The Creation of Adam.バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について、次のように説明しています。アダムの創造の絵は、その礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は
自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品であるが、本当にそうでしょうか。私林博の解釈は、この解釈とは全く違ったものです。広林、浜松City、ジャパン。この左に描かれている人物は、ローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について、公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生優しい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵で、カペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。と、左がアダム、右が神、つまりエルシャダイということになりますが、この絵を見る限り、左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも、左のアダムはこれはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と、先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますから、やや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、まあ、この二人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。では、この向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が
その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に二人の人物が描かれています。この二人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまりジュイシュゲマトリアによればキリストを意味します。ジュイシュゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。クライスト、シンプルゲマトリア、77ですね。なあち、77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね。キリストです。そして77はジュイシュゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、わかりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通してここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この二人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が左がイエス・キリストであるとするならばローマン・カトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくてその侵略、イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が分かれようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない。どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくてその侵略、イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。
Marano is a term used for those Jews living in Liberia who converted or were forced to convert to Christianity yet continued to practice Judaism in secret. The term specifically refers to the accusation of crypto-Judaism. Michelangelo Buonarroti was most surely one of the Maranos. もともとマラノスあるいはマラノという言葉はローマンカトリックの迫害を恐れカトリックに改宗したイベリア半島に住んでいたユダヤ教徒や隠れユダヤ教徒を意味したユダヤ教徒の別紙語、つまり軽蔑語として使われていた言葉です。イベリア、つまり現在のスペイン、ポルトガルのあるイベリア半島全体を言います。こうした隠れユダヤ教徒たちは互いの立場をハンドジェスチャーを使って教え合っていました。中指と薬指をくっつけたハンドジェスチャーです。それはともかくもミケランジェロ・ブアノルティも明らかにそのユダヤ教徒、つまりマラノスでした。広し林、浜松市、ジャパン。ミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの壁画です。この壁画は見れば見るほど謎めいた壁画です。まず最上部を見てください。ここに十字架が描かれています。イエス・キリストのシンボリックな十字架ということになります。そして反対側にはローマのバトンが描かれています。権威の象徴としてのバトンです。職杖とも言います。なぜこんなバトンがこんなところに描かれているのでしょうか。もう一度ここを確認しておいてください。この壁画の最上部には十字架とそしてローマのバトンが描かれています。まあ、権威の象徴としてのバトンということになります。で、ここを確認しておいてください。左が十字架、そして右がローマのバトンです。指揮者が使うバトンも、まあ、指揮棒と言いますけども、あれもバトンです。最上部の形が酷似している点に注意してください。なぜこんなところにバトンを書いたかですね。で、検証を重ねてみます。この絵でまず気になるのがこの場面です。中央にイエス・キリストと思われる神が立っています。人間は小さく描かれています。神々はその 1.5 倍から2倍近く大きく描かれています。その両側を2人の人物が囲んでいますが、この2人の人物は視線こそイエス・キリストの方を向いていますが、何やら険悪な様相です。互いにいがみ合っているといった雰囲気ではないでしょうか。繰り返します。イエス・キリストを挟んで何やらいがみ合っているような雰囲気です。なぜミケランジェロ・ブラノテ、つまり1500年後のイエス・キリストはこのような絵を描いたのでしょうか。一般には最後の審判と言われていますけれども、本当にそうでしょうか。もう一度この壁画に戻ってみてください。この神、つまりイエス・キリストの向かって左側、右手を見てください。マラヌスの手をしています。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。別の壁画にも同じ指が表現されています。まあ、神と人間が手を合わせようとしているというふうに説明していますが、私林博はまさに人間と神が離れようとしている場面だと解釈しています。逆です。ともかくもこの中指と薬指を見てください。やはりシグナム・マラーノ、つまりマラヌスの手を表現しています。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。
つまり、まあ、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはここに描かれているのはユダヤ教徒であることを示したということになります。同じようにテータウ像でもそれが表現されています。このマリアの向かって左側、右手を見てください。やはりシングラムマラーノが表現されています。中指と薬指がくっついています、まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して、自分の姿勢を示したということになります。もう一度確認してください。神々はですね、皆シグナムマラーノを表現しています。このハンドジェスチャーはイルミナティ、そしてその後に発足するイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。が、奇妙なことにこのイエス・キリストの向かって左側に佇んでいる女性、つまりマグダラのマリアはサバジオスの手を表現しています。手を注意深くご覧ください、薬指と小指を曲げ、残り3本を軽く伸ばしています。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代、トラシアンの神です。フリジアの、まあ、隣ということになります。トラシアンの古代の神です。これがサバジオスの手です。そしてそのハンドジェスチャーはバフォメットのハンドジェスチャーへとつながっていきます。バフォメットの両手を見てください。やはり薬指と、小指を曲げ、残り3本を伸ばしています。このようにしてハンドジェスチャーを通して、システナ礼拝堂の壁画とサバジオスと、そしてバフォメットがつながっていきます。まあ、今日のテーマではありませんので、この話はここまでにしておきます。もう一度システナ礼拝堂の壁画に戻ってみます。で、この壁画はですね、ぐるっと時計回りに、地上から天井、そして審判を受けて、ふさわしくない人たちは、まあ、地上へ、地獄へと落とされていくというふうに一般に説明されていますが、ここにもやはり一文字の形で隠し文字が仕込まれていました。7、7と読むことができます。7、7というのは、ユダヤ・ゲマトリアによれば、つまりカバラ指数学に基づく、まあ、暗号によればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。7、7はキリストです。そしてその横なんですけども、50と読むことができます。50と読むことができます。50というのはやはり十一種ゲマトリアによれば、聖書のビブリカルという意味です。そしてその横、この2が厳しいですけども、まあ、あえて2と読むことにしました。その理由はこの後に続く動画の中で説明します。2、7、つまりケインと読むことができます。旧約聖書の中のカインです。で、この7、7、50、27をつなげて読みますと、キリストは聖書のカインと読むことができます。この2がやや厳しいのですけども、その理由は今言いましたように、もう少し後で説明します。つまりミケランジェロはこのような形でここに一文字の形でですね、いわゆる暗号を仕込んだということになります。そして今度はその次の段ということになります。まあ、ここにもやはり一文字が仕込まれています。まず分かりやすいのが中央やや左寄りの V と、そして中央にあります丸、すなわち O です。これ、まあ、V と O ですね。で、この V と O で、まあ、暗号が解けたわけですけども、その左にあるのは、私は I と読みました。 I、V、O、 そして右の T です。なぜこのような文字に読んだかについてもこの後に説明します。で、つなげて読みますと、イボットと読むことができます。これはボスニア語で Alive、 生きている、あるいは Life、 生命、命という意味です。ボスニアというのはアドリア海を挟んでイタリアと反対側にあった国です。カッシナの戦いの中にある一文字について説明しておきます。Correction of my mistake.
間違いの訂正です。口述775027の解釈についてイエス復活聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤゲマトリアによればですね、77キリスト50聖書の27会という意味です。全体としては Christ is biblical king、 つまりキリストは聖書の会員であるという意味になります。間違いを訂正しておきます。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度簡単に説明しておきます。これがミケランジェロ・ボラノルティが描いたとされるカシナの戦いの絵です。で、そのコピーということになります。弟子が描き写したということになっています。この絵の中には左から775027という数字が隠し込まれています。一文字の形で隠し込まれています。77ですね。そして5027です。で、この隠し文字についてですね、どういう意味かと言いますと、ゲマトリア、その中でもジュイシュゲマトリア、ユダヤゲマトリアに、よって読むとですね、77はキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味ですね。そして27は、カインという意味です。カインですね、いわゆる、聖書に出てくるカインですけども。で、もう一度並べてみますと、77はキリスト、50は、ビブリカル、聖書の、そして27はカインという意味です。で、この3つの単語を並べてみますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよという意味になります。そうした、伝言をですね、1500年後のイエスキリストはミケランジェロという操り、人形芸術家を通して私たち後世の人間にこのようなメッセージを残しました。もう一人言います。77キリスト、50はビブリカル、そして27はカインという意味ですね。で、口述、この続く動画の中では77、イエスというふうに言っています。それから50は、復活というふうに言っていますけども、そうではなくて、77はキリスト、50は、聖書の、そして27が、カインという意味です。口述の動画の中では27聖書というふうに言っていますけども、それは間違いです。で、その752を取ってですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、操り人形芸術家だったんですけども、そのレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、67歳の5月2日に死んだということになっているわけです。もうそろそろ死んだことにしようかと言って、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという、操り人形芸術家、すなわち捏造された芸術家からですね、遠ざかったというふうに私は林浩司は考えています。で、この77なんですけども、今言いましたように、ユダヤのゲマトリアによればですね、キリストという意味です。で、5足す2もやはり7になりますから、最後の7と付け加えますと、77、すなわちキリストという意味がここから浮かび上がってきます。つまりこのような形で、1500年後のイエスはですね、この絵の中にキリストという文言も隠し込んだということになります。大変知的能力の高かったといいますか、人間離れした知的能力をですね、このような絵を通して私たちに見せたということになります。それだけではありませんね。そしてその上の方にはですね、I、V、その O、全体として目を細めて見ていただきますと分かりますけども、ここには O という字が隠し込んであります。そして、T ですね、イヴォットです。イヴォットというのはボスニア語、すなわちアドリア海を挟んでですね、イタリアとちょうど反対側にある、国の言葉ですね。ボスニア語で言いますと、イヴォットというのはアライブ、生きている、もしくはライフ、生命という意味です。ですから、このような形でですね、1500年後のイエスはミケランジェロという画家を通してイヴォットというこの言葉をですね、同じカシナの戦いの中に隠し込みました。中央左が、イタリア、そして右がボスニアです。イヴォット、すなわち生きているという意味です。すなわち この段階でですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはまだ生きているというふうに解釈できるわけです。このカシナの戦いの絵が描かれた時にはまだレオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。すなわち、あらかじめですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日は設定されていた。すなわちその日にはレオナルド・ダ・ヴィンチの画家は死んでいなかった、イコール、1500年後のイエスは生きているという意味に解釈できます。1500年後のイエス・キリストはルネッサンスの時代に現れ、ミケランジェロ
ボラノルティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示しました。その一つがこのカペラ・システィーナの中に描かれている壁画ということになります。で、ここに十字架を持った、まあ、イエス・キリストですね。そしてその右側にバトンを持った人たちが描かれています。なぜここに、十字架とバトンが描かれているかということですね。もう一度確認してください。十字架と、まあ、権威の象徴であるバトンということになります。その最上部が同じという点でですね、私はこれをローマ時代のローマのですね、いわゆる、まあ、権威の象徴であるバトンと判断しました。つまりこのような形で、まあ、両者をですね対立させることによって、まあ、イエス・キリストは何かを私たちにメッセージとして残そうとしたということになります。そして中央にいるのはユダヤ教徒のイエス・キリストです。カトリックの、まあ、イエス・キリストではないということですね。そしてそのイエス・キリストを挟んで2人の人物が何やら対立関係にあるように見えます。ちょうど同じ、言ってますかね、等距離に2人の人物が描かれている点に注意してください。まあ、険悪な雰囲気であることが、まあ、この絵からもわかると思います。そしてこのイエス・キリストは先ほど言いましたようにシグナム・マラーのマランスの手を表現しています。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。後のイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。現在のローマ法王はイエズス会出身ですから、こうしたハンドジェスチャーを随所で、見せています。ともかくもここに描かれているイエス・キリストは少なくともカトリック教会といいますかね、いわゆるカトリックの言うイエス・キリストではないということになります。そして同じくあやる、まあ、ミケランジェロなる芸術家を通して、1500年後のイエスはこのペーター像を通してシグナム・マラーノを表現しました。隠れユダヤ教徒の、まあ、ハンドジェスチャーということになります。そしてここに表現されているイエスは隠れユダヤ教徒だということですね。つまりこれがミケランジェロコードということになります。この大壁画を通して実はキリストとローマとは対立関係にあるということを示したということになります。そしてこのマグダラのマリアはですね、サバジオスハンドを表現しています。サバジオスというのは古代トラシアンの神です。そしてそれが、バファメットへとつながっていきます。ファホメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博士です。まあ、こうして、まあ、1500年後のイエス・キリストはシスティーナ礼拝堂の天井画を通して私たちにメッセージを残したということになります。77は繰り返しますが、ジューイッシュ・ゲマトリアによればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。そしてその横には号令、つまり、ビブリカル、聖書のとなります。でこの数字と先ほどのカシナの戦いの数字と比べていますと、次は2ということになります。775027と続きます。27の2は、27はですね、旧約聖書でいうアベルとカインのカインということになります。そして、まあ、775027をつなげますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよということになります。そしてこのここにはですね、 V と O が読み取ることができます。しかし I と T は読みづらいですね。しかしカシの戦いの中に出ている文字と比較してみますと IVOT イコールイボット、すなわちボスニア語で生きているというふうに解釈できます。つまりイエス・キリストはまだ生きているという意味です。これが、いわゆる、まあ、ミケランジェロがですね、システィーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに残した、メッセージということになります。すなわちミケランジェロコードということになります。最後にもう一度復習をしてこの謎解きを終わっておきます。ここに7、次に7ですね。そして50、この5はですね、カシナの戦いの中に出てくる、まあ、5と大変似通った方法で描かれています。そして027、すなわち、キリストはビブリカルカインであると。そして下にこの I、この V ははっきりしますね。そして中央に O が隠されています。そして右の方に T が隠されています。 V と O が分かりましたので I と T をあえて I と T と読みました。そしてつなげますと、キリスト聖書のカインであり、そしてイボット、ボスニア語で
生きているというふうに解釈できます。下がカシナの戦いです。やはり1500年後のイエス・キリストがミケランジェロ・ブラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢をこのような形で示し、そして後世の私たちにですね、このようなメッセージを残したということになります。つまりこれがミケランジェロコードの内容ということになります。暗号を解くと、イエスは聖書でいうカインだと、そして彼は生きているという意味に解釈できます。彼すなわち私は生きているというふうに解釈できます。というのもこれらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリスト自身だからです。すなわちイエス、すなわち私は聖書でいうカインのことなんだよ、そして私は今も生きているというふうに解釈できます。神ですから、まあ、死んだり生きたりということはないわけですね。今の今も私たちのそばに生きているということになります。これがミケランジェロコードの意味と内容ですが、その最上部の謎が残りますね。左に十字架、右に、ローマのバトンが描かれています。すなわちこのような形で十字架とローマとは対立関係にあることを、1500年後のイエスはこのシスティナ礼拝堂の壁画を通して私たちに教えたということになります。で、結論ということになります。Michelangelo Buonarroti left behind numerous paintings and sculptures. However, none of them match the title and the content. For example, one of well-known sculptures is the Moses of Michelangelo. However, the sculpture is not Moses who received the Ten Commandments.It is a God who gave Moses the Ten Commandments. Similarly, the sculpture entitled The Dying Slave and The Rebellious Slave are not slaves. They are Shamash Jesus who were killed before being crucified and executed. There is also a statue of Pietà which is said to be Michelangelo's great masterpiece.The woman represented in the statue is not the Mother Mary, who is said to be the mother of Jesus. The woman there is Mary of Bethany, the wife of Shamash Jesus. There are many other examples, but none of them match the title and content.ミケランジェロ・ブアヌルティは数多くの絵画や彫刻を残しましたが、そのどれもが題名と内容が一致していません。例えばよく知られた彫刻にモーゼ像がありますが、あの彫刻は十戒を授かったモーゼではありません。それはモーゼに十戒を渡した神、神自身です。同じように瀕死の奴隷や反抗的な奴隷と題された彫刻は奴隷ではありません。それらは十字架にかけられ処刑される前に殺されたシャマーシュイエスです。他にもミケランジェロの代表作と言われているピエタ像があります。その像の中で表現されている女性はイエスの母と言われているマダーメアリーではありません。その女性はシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアです。他にもいろいろな例がありますが、ともかくもそのどれもが題名と内容が一致していません。But why did the problem end up like this?One possible reason may be that Michelangelo himself did not produce these works himself. In other words, Michelangelo may have been given these works by the God who manipulated Michelangelo from above. Furthermore,
It may be because God did not explain the contents of such works. In other words, Michelangelo was just a puppet. Then the same can be said for the statue of David, which we are familiar with. In other words, David, who is represented as a statue of David, is not a human king, David. It is unthinkable that sculptor who is a god would sculpt a sculpture with a human being named David, a human king, as a subject. Given the size of the sculpture, I, Hiroshi Hayashi, suspect that the statue of David was a much higher god, or the highest god, Eon, or Ion. The god of all gods, that is, Ion. That is the statue of David. I, Hiroshi Hayashi, explain about these facts above in this video. が、問題はなぜこんなことになってしまったのでしょうか。理由の一つとして考えられることは、ミケランジェロ自身がこうした作品を自分では制作していなかったからではないでしょうか。つまりミケランジェロはこうした作品を、ミケランジェロを上から操っていた神自身から与えられていたからではないでしょうか。さらに言えば、こうした作品の内容の説明をミケランジェロは神から受けていなかったからではないでしょうか。つまりミケランジェロはただの操り人形だったということになります。となると、私たちがよく知っているダビデ像についても同じことが言えるのではないでしょうか、ということになります。つまりダビデ像として表現されているダビデはダビデではなかったと。そもそも神である彫刻家がダビデという一人の人間を題材にして彫刻を彫刻するなどということは考えられません。その彫刻の大きさからして、私はそのダビデ像として彫刻されているダビデはもっと上位の神、最高位の神、つまりアイオンではなかったかと考えています。神の中の神、それがアイオンです。それがあのダビデ像ということになります。これらの事実を私はこの動画の中で皆さんに説明します。広志林、浜松市、ジャパン。